故郷。ダメ、コラン、どうしてそういうことをするの？まったくこれだから。やめなさい。言うことを聞け。おい、いい加減にして。言われた通りに。ノー。答えはノーだ。ケ、ガキを連れて行け。ケ、おい、やだよ、戻ってきてよ。俺、兄ちゃんがいないと。リュウ、俺はやめろって言ったんだ。聞かなかったのはお前だろ。てめえのケツはてめえで吹け。そいつも連れて行け。残りの奴らと一緒に縛れ。いいの。さっさとしろ。なあケイ、お前なんであいつらと一緒にいるんだ。なぜ離れない。俺たちとあいつらで何が違うって言うんだ。弱くなったな。最後に教えてくれ。お前はなぜこの町を出て行った。うるせえ。気に入らねえからに決まってんだろ。こんなクソみてえな町。ふっ。なんだ。あれは出たよ。ついに見つけたぞ、カリスマたち。博士、ジャミングを解いたのでカリスマレーダーの反応が復活しました。よくやった木田君。ずる。いいか、7人には絶対に危害を加えるな。他はどうでもいい。ついでだ、我々の希望にあだなすゴミを一掃してしまえ。はっ。なんだお前ら。やめろ。俺たちが何したってんだ。おーい、みんな。クリア。よかった、無事だったんですね。やばいやばい。え、カリスマだ、捕まえろ。敵を引き連れてくんな。伊藤文也。待て。あれ、伊予感が。動くな。なんでついてくんだてめえは。変な野郎だな。お前は家あんだからそっちに帰りゃいいだろ。くんじゃねえよバカ。帰れっての。いいよ、俺やっと故郷ができたよ。サルちゃん！ざまあねえな。とっととなくなりゃいいんだ、こんなクソみてえな町。何言ってんの。ここは
ここは君の大事な故郷でしょ。博士、先生、カリスマたちを捕らえました。よくやった。さあ、残る二人もこのトラ姫が。なんだ。あれは。カリスマが来たぞ。行かせるな。捕まえろ。まずい、こっちに突っ込んできます。止めろ止めろ。エクスタシー。みんな助けに来たよ。ふざけるな。どういう助け方だ。行動はスケートボード禁止だろう。そこ、オセ大丈夫か。あ、死んだ。大瀬さん、役立たずどもが。もういい、私が捕まえる。え、先生自らですか。ケケケ兄ちゃん、そぎゃみんな死ね。おら嫌い？うん、そうじゃない。だってここに来ようってなった時、サルちゃんすごく嬉しそうだったもん。もういられなくなっちゃったけど、二度と来ないかもしれないけど、サルちゃんは本当はこの町が、俺はこんな町大嫌いだ。おカリスマチャージ成功。先生素晴らしい。突っ張りブレイク。突っ張りブレイク成功。